佐々木さん、すいません、はい、今って、はい、彼女いますか？え、なんすか急に。彼女いますか？いえ、あの、いませんよ。いません。え、何を聞きたいんですか？ いませんよ、彼女は。いるって言った方がいいってことですか？ジャンボさん、すいません、はい、いいですか今。はい、突然なんですけど、今彼女っていますか？欲しいっすね。いないです。欲しいっすね、マジで。1年半ぐらいないですね。はい、聞いてもいいですか？はい。彼女って今いますか？いないっす。マジで、はい。いや、本当にいないっす、今。本当にいないです。本当にいないです、はい、今本当にいないです、はい。いや、マジっすよ。突然なんですけど、はい、彼女って今います？今いないです。初代いやいや、いないですよ。あの地下アイドルの。地下アイドル。いや、何言ってんの。いや、これ、いや、ダメです。これ乗せちゃダメです。相手側は付き合ってるって。いや、ちょっと待って、炎上するから、マジやめて。なんで吉本総出で俺やめさせようとしてんの。炎上なわけじゃねえよ。どっちいるの、いないの、どっち。いないですよ。要町の彼女は昔のね。めちゃくちゃ昔の彼女。なんこれ。片前さん、はい、今一緒にですか？はい。あの、彼女っています？彼女はいないですね。女房がいます。女房がいます。はい、ありがとうございます。田口さん、今大丈夫ですか？あ、はい、大丈夫ですよ。あの、突然なんですけど、今、はい、彼女っていますか？なんで言わなきゃいけないんだ。こっちは顔ファンだけでやってんだよ。帰れ。塩撒いといて。誰か。ピンク岩塩。ピンク岩塩。あ、山田さん、今一緒にですか？はい。今って彼女って言いますか？え、急にどうしたんですか？彼女って言いますか？はい。彼女って言いますか？ C ってこと？英語で。いや、恋人って言いますか？恋人？いないね。ごめん。いるやつの感じ出して、ごめん。ごめん、ちょっといい格好した。ありがとうございます。今大丈夫ですか？うん。ちょっといきなりなんですけど、今彼女って言います？いや、今いないよ。なんかコロナと共に収束したな。コロナと共に収束したな。コロナの前はいい。うん。なんで？いや、だからなんでか分かる。引っ越ししないと、一部屋余ってんもん。だから後輩芸人でも誰でも来てください。なんか理由はあるんですか？ダメになっちゃった。いや、なんかまあ話せば長くなるけど、だ一緒に犬も飼ってて、犬もいなくなった。すいません、大丈夫ですか今？大丈夫です。あの、突然なんですけど、はい、今って彼女って言いますか？野暮なことを聞きますね。今この映像を見てるあなたたちが彼女ですよ。今よろしいですか？はい。ちょっと突然なんですけど、はい、今彼女って言いますか？あー、3、40人ぐらいは。これ何なん？何なん？コモさんに聞いたんですか？うん、どうしたらいい？後々やばいっすよ。え、なんかありますか？めちゃめちゃブチギレられますよ。なんでそんなんさ、前もって言うとかへんの。めっちゃ怖いっすよ。めっちゃ怖いっすよ。めっちゃ怖い。聞かん方がいいっすよ。コモさん。めっちゃ怖い。つまれとっとんねん。めっちゃ怖い。すいません。あ、お疲れ様です。はい、大丈夫ですよ。はい、突然なんですけど、はい、今彼女って言いますか？え、なんか、そういうなんかありました？噂みたいな。いや、ちょっと聞いてるだけなんですけど。あ、なんかが、そういう話入ってきたとかじゃなく。じゃなくて、別に。あ、そう、はい、僕、32なんですけど、32年間、1回もできたことないです。
これ本当にです。でも ABC お笑いグランプリは2位です。はい。いや、ありがとうございます。すいません、いいですか。はい、大丈夫ですよ。今って彼女って言いますか。あんま公表はしてないですけど、まあ、守る人はいます。今って彼女いますか。僕はね、6年間いないですね、はっきり言うて。一回道玄坂でのぶくんが女の子と歩いてるの見てんけど、裸のギャルやって。ちょ、ほんまや。裸なわけない。いや、裸やって。それずっと言うてるけど、ああ最近。裸のギャル。いや、そう、思い渡らんもん。裸のギャルは。服着てないとおかしいやん。だから、裸のギャルと歩いてたやろっていうのを見ただけ。全部出してたと思う。うん、すいません。母さん、今彼女っています。ええへんわ。一生おらへんからな。子供も絶対いらんからな。結婚なんか絶対せえへんからな。結婚っていうのは国が税金を納めやすいように国民を管理するために作り出した制度やから、まあ、彼氏彼女っていうのもそれに付随するような、まあ国がなんとなく考えたシステムにあなたたちは飲み込まれているんです。はい。今って彼女っていますか。あ、めっちゃいますよ。めっちゃ数かもしれない。どんぐらい。究極の一人です。はい、チームバナナの山田真奈美さんです。はい、好きかどうかだけ聞いてます。好きですか。愛してます。あ、はい、表現が違うかった。今ちなみにどんぐらい付き合ってますか。今、うん、あ、10年5ヶ月。長っ。すいません。はい、ちょっといいですか今。あ、はい。今って彼女って言いますか。彼女います。まあ、芸人をやってる同期の翔子っていう子で、もう NSC の時からなんで10年間付き合ってます。ずっとラブラブですか。まあラブラブですね。まあラブラブなのかな。ラブラブ、仲はいいです、めっちゃ。でももう2年ぐらいやってないです。ラブラブですけど。あ、屋敷さん。はい。すいません、いきなり。あ、おはようございます。はい。屋敷さんって突然なんですけど、はい、彼女いらっしゃいますか。彼女っすか。まあそうっすね。まあ見てもらったら分かる通り、今版画が恋人っすかね。そう、どういうことですか。あれが子供です。まあだからこれが嫁ってことかな。だ、セックスっすよね今僕がしてるのは。で今子供たくさん作ってる、そういう感じですかね。